浜岡原発訴訟。浜岡原発訴訟とは、静岡県お前崎市、旧小笠郡浜岡町に設置されている、浜岡原子力発電所市内市4号機に対し、静岡県またはその近隣都道府県に居住する住民らが人格権に基づいて運転さとめを求めた事案である。裁判は2002年4月、市民団体。 浜岡原発止めよう裁判の会の1846人が運転差し止めの仮停止申請を申し立て、翌3年7月、本格的な審理を求めた市民団体、浜岡原発止めます本訴の会の27が訴訟に踏み切り、2007年10月26日、静岡地方裁判所、宮岡明裁判長、男沢里子、戸室総太郎は原告の請求を棄却した。 同日後も、弁護人を通じ、控訴と即時広告の手続きを行った。この訴訟で、原告らは、将来発生する地震によって、浜岡原子炉施設の重大事故が発生する、外然性があり、生命、身体に対する重大な被害を及ぼす、放射線被曝受ける、極度の危険にさらされ、また、事故や、被害発生の不安がない安全かつ平穏な環境を、 享受する権利を侵害されていると主張した。争点は以下の通りなどで、いずれも原告らの生命、身体が侵害される具体的危険があると認められないとする判断を静岡地裁は下した。しかし、2011年、平成23年3月11日に起きた東日本大震災の津波被害に伴う福島大、 日原子力発電所事故後の22日の参議院予算委員会で内閣府原子力安全委員会委員長のまだらめ春樹は2007年2月の浜岡原発運転差し止め訴訟の静岡地裁での承認尋問で非常用発電機や制御棒など重要機器が複数同時に機能喪失することまで想定していない理由を社民党の福島瑞穂に問われ割り切った考え すべてを考慮すると設計ができなくなると述べていた。2011年5月6日、菅直人内閣総理大臣は、海江田万里経済産業大臣を通じて、国民の安心と安全を考え、中部電力に浜岡原子力発電所のすべての原子炉の停止を要請した。中部電力では、同年5月7日と5月9日の2度にわたり、臨時取締役会を開き、 政府要請受け入れを決定し、5月13日午前3時半より4号機の停止作業を開始、午前10時発電を停止し、午後2時前臨海が停止したと発表した。5号機も同様の作業を5月14日午前1時20分により行い、午前10時15分発電を停止、午後1時にすべての制御棒を挿入し終え、臨海状態を停止した。なお、1。 2号機は廃止措置中、3号機も定期検査で停止中であるため、浜岡原子力発電所の全原子炉は停止した。また、最終停止作業となる5号機は、5月15日正午過ぎに原子炉が安定する摂氏100度満の冷温停止状態となった。ただし5号機の冷却作業中に、約400トンの海水が複水器に流入し、そのうちの約5トンが、 原子炉内の冷却水に混入したと中部電力は発表した。中部電力では原子炉内の燃料を含めた保全計画について原子炉施設法案規定に基づいて定期的に点検を実施していく。具体的な内容は調整中とし、再稼働の時期を浜岡砂丘の背面または側面に海抜18メートル規模の防波兵器が完成する2から3年後としている。 M9 クラスの長距離大地震など、想定、設計用最強地震として、安政東海地震の M8.4 等、設計用限界地震として、南海トラフ沿いの M8.5 の地震等が、選定されているを超える地震が発生する、可能性がある。中央防災会議で見直された断層モデル、松村1996の固着域、佐欺谷1998の、 バックスリップ域等によるアスペリティ配置、また、プレート境界面の深さが10から 30km の範囲を震源地とし、境界面の形状は、野口1996に基づくモデル。破壊開始点も同モデルにおいて設定は、絶対ではない。南海トラフ沿いでの M9 クラスの地震は、現実的にあり得ない。 中央防災会議の断層モデルはその時点での日本の知見の総結集で同原発の基準地震動は妥当。M8.5 の設計用限界地震など基準地震動の策定で十分安全側に立った想定がされている。中央防災会議のモデルは十分な科学的モデルに基づいている。基礎岩盤,盤の下がら層は弱くて脆く敷地内にある H 断層系が地震で揺れ動く、可能性も否定できない。基準地震動 SS の強震動予測計算の際、可能性のある最大のものを採用していない。中央防災会議の断層モデルを基本に厳しい条件を設定。新耐震設計審査指針。2006年9月に改定された国の指針。同社は2007年2月までにより厳しい条件下でも3。 4号機の耐震安全性は確保されるとする報告書を国に提出した。さらに、両機と阻害の5号機では、他の原発に類いを見ない線ギャルの加速度に耐えられる、耐震余裕向上工事に取り組んだとされる。にテらしても3、4号機の基準地震動を策定し、耐震安全性が確保されると評価。被告策定の基準地震動は妥当で、 設計上の安全余裕は十分確保されている。東南海、南海地震と連動した場合でも耐震性は確保され、地盤は堅牢基準値振動 S1、S2 の策定方法、大崎の方法の妥当性について、兵庫県南部地震によって疑問視された事実はなく、また耐震設計審査指針の改定にかかる。 体震指針検討分科会の議論においても先の方法が過小評価であるため是正しなければならないとの共通認識が示されたことはない。さらに、宮城県沖地震の規模が、女川原子力発電所における設計用限界地震の規模よりも、はるかに小規模あったにもかかわらず、観測地から算出された同原子力発電所の開放基盤表面の応答スペクトルが S2 の 応答スペクトルを超えたことの要因については、新たに確認された宮城県沖近海のプレート境に発生する地震の地域特性によるものであると報告されており、大崎の方法が直ちに過小評価ということはできない。また、断層モデルを用いた地震動特性推定の方法、小林の方法は実際の地震観測記録と比較して、 その妥当性が確認されており、同方法による想定東海地震の評価結果は0.6秒から1秒の周期帯を除き、中央防災会議の断層モデル水平波の応答スペクトルとほぼ同程となっている。配管などのひび割れの原因となる応力腐食割れの発生メカニズムが不明。老朽化が進行しており、点検、検査は対象範囲や精度に限界がある。 全ての劣化状況が把握できず、不十分。法令などに従って、点検、検査を実施。経年変化も、設計や、広報の工夫、機器の維持管理などで安全性に影響がないよう、対処している。点検、検査によって、応力腐食割れを補足できる体制が整っており、配管減肉や中性死傷者による、税化の抑制や点検、管理体制も適切で、 安全性に影響はない。原子炉施設の設置者である被告は、原子炉等規制法及び関連法令の規制に従って、本県原子炉施設の設置、運転がされていることについて、まず主張立証する必要があり、被告がその主張立証を果たさないときは、原告らの人格権侵害の具体的危険性の存在を推認するのが相当である。 理由は、以下の通り、被告が蒸気立証をしたときは、原則通り、原子炉施設の運転差し止めを請求する、原告らにおいて、蒸気国の初期制では、原子炉施設の安全性が確保されないことを、具体的な根拠を示して、主張立証すべである。露震用有その他の重大事故による、核分裂生成物等の大量放出等、原子炉施設が内放する、 潜在的な危険性を考えれば、平常時はもちろん、地震、危機の故障その他の異常時における、万が一の事故を定めした場合にも、一般公衆の安全が確保されることが、原子炉施設の設置、運転上不可欠なものとして要求されていると認められる。このことは、一般的に原子炉施設の安全性として理解されていが、この原子炉施設の安全性が確保されないときは、 周辺住民等の人格検診外の具体的危険性が生じると認定することが可能となる。ここに言う、原子炉施設の安全性とは、起こりうる災悪事態に対しても、周辺の住民等に放射線被害を与えないなど、原子炉施設の事故等による災害発生の危険性を、 社会通年上無視し得る程度に差なものに保つことを意味し、およそ抽象的に想定可能なあらゆる事態に対し、安全であることまで要求するものではない。役職などは決心当時のものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。